何東。本名は何系東。字は、赤月星。香港の名門、何東一族の子祖。ジャーディンマセソン商会総売弁の後に、著名な実業家となる。晩年期の何東、何東夫婦の墓ユダヤ人の血を引くオランダ系。イギリス人の父と香港人の母から生まれる。両親は正式な結婚でなく、父は、事業の失敗後に蒸発してしまう。 以後、母一人で南東たちを育てる。幼年期に私塾に通い、その後、名門である中央書院に進学し、1878年に優秀な成績で卒業した。卒業後は貿易商社の関東会館に入社し、人脈づくりとヨーロッパとの貿易業務を担当した。1881年に辞職後、ジャーディン・マセソン商会に入社し、 貿易業務と翻訳業務を担当する。業績が認められて、すぐに相売弁に抜擢される。1883年からは、ジャーディン・マセソン紹介の売弁と同時に、設立したばかりの香港化食保険講師と、関東保険講師の相売弁も任される。さらに、自社の何東講師も設立し、砂糖の売買を手掛ける。弟の何福と何山等も、 ジャーディン・マセソン商会に売弁として入社させ、自身は1894年に、ジャーディン・マセソン商会中国総経理に就任する。1900年に健康上の理由から辞職し、何福が後を継いだ。ジャーディン・マセソン商会を辞職した後は、自身の商売に心血を注いだ。貿易業務以外にも運送業や不動産業にも、進出した。また、 1928年前後に経営難に陥っていた交渉日報に資金提供し経営再建に成功している。香港以外でも上海、チンタオ、東北地方、マカオなどにも巨額の投資を行った。1922年、香港全体で大規模な船員たちのストライキがあった。再、朝廷に奔走した。晩年はキリスト教に入信した。また、 50万ドルで、新宅事前基金を設立。死後は、妻と同じ墓地に埋葬された。何東一族は、英領香港時代における四大一族の一つ。性質、即室一人、目掛け一人、イ兄弟13人何、何系副、何系等ら7人他多数の重要人物がいる。ありがとうございます。